はいどうも皆さんこんにちは、ナオトです。いやもうね、10月も第2週だっていうのに暑いっすね。もう今日30度近くあって、焚き火やりながらだとまた汗がにじんでくるような気温なんですけども、まあ天気はすごい良くてね、気持ちいい陽気です。俺ね、実は昨日ですね、謎の腹痛に襲われまして、まあ腹痛っていうか、なんだろう、下腹部の方だったから腸だったのかな、なんかよくわかんないんだけど、すっごいキリ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 、昨日の昼間ぐらいから始まってずーっと痛くて、もうひどい時なんかちょっともう冷や汗かくぐらいの痛みが続いてたんですけども、まあそれからね、今日になって完全復活しまして、病み上がりということでね、俺の腹にエネルギー入れていこうと思います。で、本日も美味しい外飯やっていこうと思うんですけども、本日は何をやるのかと言いますとですね、長崎県は佐世保名物レモンステーキやっていこうと思います。実は俺ね、このレモンステーキって今まで存在を知らなかったというか、どういう料理なのかっていうのね、知らなかったんですよ。で、先日視聴者の方からコメントをいただいて、自分で調べてみたら、レモンステーキっていう名前なんですけど、分厚い肉じゃなくて薄切り肉を使って、すき焼きみたいな甘辛のタレにレモン汁を加えて酸味を効かせて食べるっていうものだそうなんですよね。今まで食べたことがないんでね、今日は長崎県佐世保名物レモンステーキチャレンジしていこうと思います。で、本日のピックアップ食材こちらです。こちら栃木霧降り高原牛薄切り肉約 300g です。いい感じにサシ入っててめちゃめちゃ美味しそうでしょ。そしてタレに使う調味料と具材がこちらです。醤油、料理酒、みりん、砂糖、レモンです。そしてステーキといえばやっぱりバターライスかなっていうことで、今日は爆盛りバターライス作っていきます。まず直人家ブランド米2合、そしてニンニクとバターです。そして米炊きの水です。飯盒の内側の下の線、下の線で2合分の水、上の線で4合分の水です。今日は2合炊きなんで下の線まで水を入れます。水位が決まったら蓋をして、このまま30分ほど給水します。では続いて食材もろもろカットしていきます。レモンは半分に切って、飾り付け用に輪切りを2枚いただいて、残りは絞ります。続いてニンニクです。ニンニクどれぐらい使おうかな、大きいの3片ぐらいですかね。で、最後に使う分のバターカットしておきましょう。だいたい3分の1ぐらい使いましょうかね。たっぷりバター効かしてね。では最後にタレの準備です。まず醤油、料理酒、みりん、そして砂糖、これを火にかけていきます。こちらのレモン果汁は一度火にかけて冷ましてから加えます。ごとくせっ、網もせっ。よし、そろそろいいでしょう。ではこちらのタレ冷ましておきます。続いて飯盒せっ。よし、そろそろいいかな。ではこちら火から下ろしまして、このまま15分から20分ほど蒸らします。では中華鍋スッ。
ではいよいよ焼きに入ります。今日はね、久しぶりにこの岩塩プレートを使っていきます。岩塩プレートスープ。では石が温まったところでバター塗っていきます。まんべんなくね、上にバターライスをドーンと置きまして、肉焼いていきます。はい、お待たせいたしました。長崎県佐世保名物レモンステーキと爆盛りバターライスでございます。だいぶ火通り過ぎちゃったなまあまあ完成ということでいただきます。なるほどなるほどなるほど、うまい。ちょっと1回目あまりにも火入れすぎちゃったんで余熱で焼きましょう。これならちょうどよく焼けると思うんだよね。あ、うまっ。ごめんなさい、これが本当のレモンステーキね。さっきね、火入れすぎてもうレモンの酸味もだいぶ飛んでたんだな。あ、これマジうめえわこれはね、ぜひとも定食で食いたいですね。あの生姜焼き定食みたいな感じでレモンステーキ定食っつって、酸味が効いて薄くて食べやすいこの肉を頬張って米をかき込むみたいなね、がっつり飯食えますね。うめえ。肉が食べやすくてペロペロいっちゃうから米と比率が合ってないですねもっと用意すればよかった。バターライスもいつまでも熱々でうまいんだよ。これ肉ラスト1枚です。これ大事に食べよう。で、こうやって溶岩プレートの上にバターライスを乗せて食べてると、下がね、
おこげになるわけですよ。これを、こうして、あ、香ばしい、うめえ。肉ラストです。うん、はい、というわけでごちそうさまでした。完食でございますと。ちょっとね、一発目肉に火入れすぎて、火が強すぎて失敗してしまいましたけども、レモンステーキめちゃくちゃうまいですね。まあ、試してみたいっていう方はね、こんな溶岩プレート使わなくてもいいので、普通にフライパンでタレを作って、こうやって肉を焼いて、バターライスでも白米でもいいんでね、一緒に食べてみてください。酸味と甘辛の組み合わせがね、なかなか斬新で美味しいですよ。というわけで、次回も美味しい外飯やっていきますので、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローと、セカンドチャンネルの登録、あとインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。では今回もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。